こんにちは皆さん、今日は政治大学の、この総合院というところの3階から僕が学校の中でもすごい好きなところで3階からの景色なんですけど、こういう感じです。今授業と授業の5分休みで10分休みか10分休みの間でこういうところでのんびりしてます。大学の外は川が流れていて、で向こうの方にまた風が強い、向こうにも家があったり、こっちには木があったりですね、すごい自然に囲まれたところで、台北市内でも空気がきれいなところですごく過ごしやすいです。それでは今からまた授業があるので戻りたいなと思います。政治大学の様子でした。近くには台北動物園もあります。それでは。